はいどうも、本日はですね、ロックです。ロックンロールです。どっちかっていうとクラシックロック の、 あのハードロック寄りのものなのかなになりますけれども、それの2拍4拍に、重心が落ちているバックビートのリズムと、それが重心が逆転してしまっている1、3拍目に重心が入ってしまっている、リズムパターンとの2種類をお見せします。いかがでしたでしょうか。バックビートができているかできてないか、それだけです。ロックらしいかロックらしくないか、それだけです。かっこいいかどうか、それだけです。この動画があなたのドラミングのアップデートの参考になったら、僕としてはとても嬉しいです。最後までご清聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。